伊藤大介は日本の映画監督、脚本家である。時代劇映画の基礎を作った名監督の一人であり、時代劇の父とも呼ばれる。1898年10月13日、愛媛県宇和島市に中学校教師の父、作七郎と母、ジュエイの息子として生まれる。1911年、旧制松山中学に入学。この時に雑誌、 白樺の影響を受けて、同窓の伊丹満作、中村草太を、重松鶴之助らと回覧雑誌楽天を発行。文才のある伊藤が文章を書き、画才のあった伊丹が挿絵を描き、中村、重松らと文筆を競った。中学卒業後、父政教のため進学を諦め、呉海軍交渉に製図工として勤務する。1920年、呉工交渉内で、 宮地加六が主催する演劇グループに参加したため、労働組合との関係を疑われて、同社大社。やむなく文通していた、幼いカオルを頼って上京。痛み満作と同居生活をしながら、2月に創立された松竹キネマ付属の、松竹キネマ俳優学校に入る。同年、幼いカオルの推薦を受けて、田中金の監督、ヘンリー、小谷撮影の、 新生のシナリオを執筆する。以降、松竹鎌田撮影所で50本以上の脚本を書いた後、1923年に帝国キネマ、アシア撮影所に移って20本以上のシナリオを執筆する。1924年、国木田独歩原作の酒中日記で監督デビュー。同年、剣は砂漠が時代劇第一作となる。1925年、 東方映画製作所に入社して、同社第一作の煙を監督、脚本するが、この一作きりで退社し、伊藤映画研究所を設立、稲垣博岡田時彦らが研究生として所属した。設立第一作の京子と静子や日輪三部作を監督するが、独立自体は失敗に終わる。1926年。 日活渦政撮影所に移り、まだ新人だった大河内伝次郎とコンビを組み、長魂、ルテンなどの時代劇作品を監督、激しい乱闘シーンやアメリカドイツソ連など外国映画の影響を受けた大胆なカメラワークで注目を浴びる。さらに1927年、映画史上に残る金字塔と称される傑作、中字旅、日記三部作を発表。 一役映画界を代表する存在になり、後世に大きな影響を与えた。この年監督した川部五郎主演の下郎も名作に数えられ、撮影の唐沢博光と初めてコンビを組んだ。長魂、大河内伝次郎との提携第一作審判王和歌団、丹下左膳を初めて映画化した名作、十字旅日記で、伊藤大輔、大河内伝次郎、 唐沢博光の三人が初めて顔を合わせ、ここにゴールデントリオが生まれた。以降サイレント末期の日本映画界をリードする騎手となり、この三人のコンビによって、ソローニン、中夜、工房新選組、侍日本、おあつらいジロ吉号誌など多くの時代劇の傑作を誕生させた。1928年、審判大岡聖団で大川地に石腕石岩の会見し、 タンゲサゼンを演じさせ、スピード感あふれる展開が大人気となり、大河内伝次郎のタンゲサゼンの人気を不動のものとした。以来、俗王火星談魔像編第一やタンゲサゼン第一編など、大川地主演で一連のタンゲサゼンシリーズを連発した。1929年、市川歌右衛門プロダクションで一冊多証券を小畜京都撮影所で、 月形龍之介主演で残人残馬剣を監督。両作とも当時の社会主義思想の影響を受けた傾向映画の代表作として知られ、前者は内務省の検閲によって完成フィルムから300フィート余りが削除されている。しかしカットバックや移動撮影の斬新さでよう驚かし、芸術的に高い評価を受けた。映画が陶器時代を迎えた頃、 もともと極めて奔放な性格で映画会社とトラブルが多かったことに重ねて、伊藤の社会的思想は当局によって弾圧の対象となり、検閲、言論統制が強まっていく時代の流れの中、映画作りの意欲が衰えて、不信を極め、小津安二郎、溝口賢治、山中貞田に押されて、目立つ作品を残していない。1932年、村田実、 田坂智と内田とムと共に、日活から独立して、新映画社を設立するが、翌1933年に解散。再び日活に戻った。同年、アメリカのウエスタン式トーキーを初めて使った、単儀左前第一編を発表。また、片岡千恵蔵プロダクションで、堀田隼人を監督、脚本する。以降は監督作が不審状態に遭い。 キヌガサテイノスケ監督の雪の上変化をはじめ、シナリオ作家として数々の名作を残していった。1934年9月、長田正一、溝口賢治、山田椅子ずらと第一映画社を設立する。1936年、日本映画監督協会の設立に参加。1942年、大英京都が嵐寛十郎を迎えて制作した。 クラマテング横浜に現るを監督。クラマテングは、荒間の代表作であるが、大英京都では、この一本に終わっている。1943年には、片岡千恵蔵主演で、宮本武蔵二刀流海岸を監督。こうした作品で、時代劇スターを育て上げると同時に、時代劇人気を支え、以後年に一本のペースで新作を取り続ける。戦後、 GHQ の規制で時代劇の制作ができなくなり、スランプが続くが、1947年に現劇のない時代劇として、封建制度の秩序維持のために、無この若者に無実の罪を着せようとする幕府の陰謀に立ち向かう男のドラマとして、山内伊賀寮を描いた、ソローニンマカリムカトールをバンド、坂東つまさぶろ主演で演出し、スランプを脱出する。 1948年に坂東つまさ主演で王将を取り、騎士、坂田三吉とその家族の絆を感動的に描いた。その後1955年に新東宝で王将一代を、1962年に東映で王将を作り、度リメイクした。1963年には俗王将の脚色を担当した。1950年に、 東横映画で、早川摂舟主演で、レミゼラブル・アーム・女王監督。1951年には、松竹30周年記念映画、大江戸五人男、坂東つまサブロー市川歌えもんらオールスターを迎えて制作し、大ヒットした。その後、大英時代劇で活躍し、市川雷蔵主演の、弁天小僧、切られ、よサブローなどを発表。他、 眠り京四郎ブライケンや雑踏四字獄旅に脚本を提供し、大英の二大人気シリーズに関わった。クラマ狗横浜に現る嵐勘十郎と、上山宗人、下郎の首現存しない作品、下郎のリメイク版1961年に中村金之助主演で反逆児を発表し、ブルーリボン賞監督賞を受賞し、戦後の代表作とした。 1970年、中村プロダクションで撮った幕末が最後の監督作品になった。柴良太郎の代表作、龍馬が行くをもとに、中村、三船敏郎、吉永さゆり、中台達也らの共演で撮った大作となった。その後は、よろずや金之助の舞台の脚本や演出を手掛けた。1972年、京都市文化功労者に選ばれる。 1978年、山地文子映画功労賞を受賞。1981年7月19日、人不全のため、京都府内の病院で死去。移動撮影が非常に好きな監督であり、生命をもじって、移動大好きと、あだなされた。また、サイレント期の作品では、フラッシュや多重露光など当時としては斬新な撮影技法を使い、 巧みな話術で物語を展開した独特な作風で知られ、批評家の間では、伊藤話術と呼ばれた。当時の映画は、週替わりの一週間興行だった。大英のプロデューサーだった奥田久志は、伊藤から一週間のために、活動屋は命を削るんだと教えられ、育ったと語っている。多数の作品を監督したが、今日、伊藤の取った戦前の名作群は、 シナリオフィルムともにそのほとんどが散逸してしまい、全貌を伺うことが難しいものとなっている。ただ、幸いなことに、おあつらいじろきち号うは、比較的原型に近い形で残っている。近年、関係者の努力により、彫根、ただ春旅、日記、一冊多少券、残人残馬券の一部が発見、復元作業も行われ、一般鑑賞が可能になった。また、 大正期からカラー映画前世紀まで活躍した貴重な監督の一人でもある。生誕の地であるもっといがかり児童遊園にはその偉業を称えて記念碑が混流されている。大英京都撮影所の映画監督黒田義氏は老いにあたり、東宝の映画監督稲垣博士も親戚である。自宅を野々村一とお宅の跡地に構えており、 庭いじりの際にはしばしば当編が見つかったという、特筆以外いずれも監督作である、脚本作は全200作、戦前の作には謙遜の有無を付した。カテゴリー、伊藤大介の監督映画、ありがとうございます。